ポンスワール、ジュスティー和子三沢。本日ご覧いただくのは、僕たち急行、英列車で行こう。ええー、森田清水の遺作となった作品です、えー。本人遺作とするつもりは全くなく。これからまた新しい森田の第3期。の出発みたいな作品として、撮ったものですね。で、本人は、あの、とても電車が好きです。 それからあのしがらみがないあの仕事と関係ない友達がすごく欲しいというその2つの本人の夢みたいなものが入っている作品で、まあ、作品としてももうデビュー作の,のようなものに帰ったんじゃないかって言われるようなもう自由にいろんなことをやっていて楽しんで、えー、撮った作品であります。であの森田はあの今、えー、とフランスでも人気が高いといとトラさん のことをすごく羨ましく思ってて自分もそういうなんかシリーズものみたいなのは撮りたいと思っていましてこの「僕たち急行」がうまくいったら日本中をこの男の子2人が旅をして寅、まあ、さんの新しい版若者版みたいなのが撮れるんじゃないかなということをちょっと目論んでいたところもあるんでとても残念ではありますけど、まあ、逆に未来への夢が詰まったとても楽しい。で 森田から満載の,あの全然年取ってない若い時の輪みたいな感性もそのまま出てるようなとっても楽しい作品になっていますのでどうか楽しんでいただければと思います。